じゃあやっていきましょう。5番からですね。ほにゃららは、ほにゃらら、これは、なんと読み、これはパーセントですね。まあ、パーセントっていうのは、のことなので、パーっていうのは、ほにゃららに積ってことですね。セントっていうのは、100ということですね。だから100につき、いくつかってことですね。全体を100だとしたとき、その、どんぐらいですかと。例えば、100点満点で、ですかみたいな時のやつがパーセントですね。全体を100と見立てた時にどのぐらいの割合を占めるのかということですね。じゃあまあちょっとこの辺は後でちょっともう少し説明したいと思います。とにかくまあこれは、ね、パーセントと読み、1% は全体を今言いましたよ、100に分けたうちの1つ分で割合にすると、これは 0.01 になります。この割合というのは、まあ、全体を1とした時に、どんぐらいかってことですね。パーセントは全体を100としたときに、まあ、どんぐらいですかということです。で割合に直すと、まあ、要するにその、パーセントから割合に直す場合は、100で割ればいいということになりますね。になりますね。例えば、0.38 を、ほにゃららで表すと、38% になりますと。これを、まあ、100分率と、100分率。100分率。要するに、パーセントで表すと、まあ、38% になりますよということですね。ですね。まあ、割合から、パーセントに直すには100をかけるということですね。ちょっと混乱するといけないので、別枠でもうちょっと説明します。今割合と、100分率って言葉があったんですかね。100分率。まあ、パーセントと考えればいいと思うんですけど。そうしますと、こうやってなんかピザ変わるとしましょう。ピザ。まあ、これピザ1枚ですね。で、まあ、このうちの、例えば、半分。半分って言ったら、2分の1ですね。で、2分の1っていうのは、まあ、小数に直すと 0.5。これが割合ですね。全体を1としたときの、まあ、そのうちのどんぐらいかっていうのを表したのが割合ですね。で、100分率っていうのは、これに対して、まあ、このピ
ザの全体を100だとするんですね。100だと仮定します。そしたらそのうちの半分っていうのは、いくつですかということなんです。そうすると100の半分って言ったら、100の2分の1なら、100かける2分の1だったら、50ですよね。50% ということですね。こっちは1、全体が1だとして、それに2分の1をかけたら 0.5 ですよね。ですから、100分率というのは全体を100と見立てて、考えてるんですね。割合の場合は全体を1だとして考えていると。大雑把に言うとそんな感じですかね。はい。パーセントっていうのはさっきも言いましたけど、パーセントなので100につきほにゃららということです。100につきっていうのは、ほにゃらら、こういうことですね。分数の棒プラス100みたいな感じ、要するに今100分の1ってことですよ。100分の1、そうですね。パーセントっていうのは100分の1のことですよと単純に考えてもらっていいと思います。だから計算するときもパーセントが出てきたら、100分の1のことだなと思ってください。じゃあちょっと、やっていきましょう。0.84、これを割合から100分率に直しましょうと。割合っていうのが、全体を、1だと思った時の、どんぐらいですかっていう話ですよね。今例えば、元気の最大を1だとすると、元気はどんぐらいですかって言われて、0.2 ぐらいですよという。それか、100分率っていうのは全体を100、全体を100だとしたとき、そのとき、100点満点中、今あなたの元気は何点ですかって言われたら、20% ですよ。20% の元気しかないですよ。という時の感じです。ということは、割合っていうのは全体を1と見たとき、100分率は全体を100と見たときなんで、ここで100倍違うわけですよね。だから割合を100分率に直せっていうことは、単に100倍すればいいんです。いいですかね。だから全部今、この6問目は、バーッと一気に答えを書いてしまおうかと思います。小数点を2個ずらせばいいだけですね。84、あれ、4%、163%、91%、78%、57%、12%、2%、89%、73%という100倍すればいいだけということです。で、今度は逆に、100分率を割合に直しましょうということなんですけど、100分率が全体を100だとしたとき、どのくらいかという。
100分の1すればいいわけですよね。さっきも言いましたけど、100分率っていうのはパーセントなので、100につきほにゃららということで、まあ、100分率っていうのは100分の1のことですよと考えればいいと言ったわけですから、このパーセントっていうのを、なくしたいときは、100分の1に置き換えればいいだけです。ということは 90×100 分の1。まあ、小数点を2個左にずらせばいいだけですね。だから90だったら1個2個ずらすということで 0.9 と全部同じですね。小数点を1個2個、ずらせばいいだけです。これもいいですかね。一応ちょっと確認しますけどいいですよね。じゃあ次は、割合にほにゃららをかけると単位はパーセントになります。さあどうですか。僕はさっき言ったのの繰り返しですけど、割合は全体を1としたとき、パーセントっていうのは100分率なので、全体を100としてるわけですね。100、要するに、まあ、全体を1としたのが全体を100にしてると、100倍すりゃいいだけということで、100をかけるということになります。今度は100分率の数値に何とかをかけると割合になります。これも先の逆ですね。100分率は全体を100と見たとき、割合は全体を1としたときどんぐらいかっていうのを考えてますから、今度100分の1にすればいいだけですね。100分の1ってことは 0.01 をかけるということです。かね。はい、次、割合の小数点をどっちかにいくつ動かすと単位はパーセントになりますと。これも割合っていうのは全体が1のこと、パーセントっていうのは100分率のこと、全体を100としたときなわけですから、まあ、ここからここ100倍してるわけなんで、小数点を、右に2つですね、ずらせばいいと。最後、100分率の数値の小数点をほにゃららにいくつ動かすと割合になります。この逆ですね。100分率ってのは100、全体を100と見たとき、割合は全体を1と見たときなんで、ここからここに、100分の1倍してるわけです。はい、まあ、パーセントなんでね、100分率ってのはパーセントなので、100につきということで、定義そのままです。ということは、100分の1ということは 0.01 倍ですね。ということは左に2つずらせば良いということになります。次行きましょう。